はい、それではですね、山さネクストさんから登場の戦国無双3ですね、こちらの方打っていきたいと思います。これを貯めていくと、そのゾロ目とかね、111とか222とかのゾロ目時に、まあ、高額率で当選しますよみたいな話らしいですよ、ということでスタート。お、これはライオン丸、ライオン丸チェリー、弱チェっぽいですね。高額しさか、なんだなんだ、全長っぽい、2ショートリプレイだったけど、犬と猫は可愛いね。あ、なんか明らかに煽ってんな。潜入、あ、全長だ、これ全長ですね。ボーナスに対する全長なのか、 AT に対する全長なのか、弱チェか、ステージアップ、この周りが下か。お、これで黄色くなるが、お、当たったりしないかな。なんかどのモードにいても111までは熱いらしいんだよね。だから意外といけるかもしれないんだよ、こういうの。まあでもね、煽り倒してダメ。あ、お、緑だ。 60% とか引けねえやつはバスロライターの試験受かんないから。やべえ、白い本田平八郎、懐かしいね。おーらおら、当たった、投資3067ゲーム勝利。まあボーナスでしょこれで。あ、レア役だ。ボーナスでも全長がこうあるってことだ。あ、強チェ確定、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 赤、赤、バー。え、これレギュラーじゃん、これ全然熱くないやつじゃん。レギュラーはなんか20ゲームぐらい長くやらされるのに、なんか30枚ぐらいしか出ないらしくて、でこの間にまあレア役とかで、なんかこれ終わった後になんかバトルに行けば AT 帰るかもよってやつらしいよ。ほら、なんか言いたいよ、ほら、追加バトルぐらい行けよ。これ何、じゃあ何でもないで、枚数少なすぎて出ないっていう。俺のスイカ、スイカ、弱チェ、強チェ全部どこ行ったの。結構えぐいね。さあもうちょいですよ、888。さっき777で電池入んなかったことを考えると、通常 B の可能性がまあまああるのかなと思うんで、そうすると888で AT っていう流れになるんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうかね。お、ちょっと偉そう。え、あ、初リリチェ、結構派手な音すんね。リプレイでした。まあ、一応燃えてますね。でも888かぶっちゃったんですよ。潜入すると、これはなんかチャンス目からいってるっぽいよね。ちなみにチャンス目定額でも結構当たるんだよね、4割とか確か。で、高額だと 75% ぐらいで当たるんだよ。赤文字ではない。あ、下バネ消えた。じゃあこれボーナス出てくるんじゃないの。18本投資800度だけなんだけど、これでボーナスって言われたらチャンス目だし、 AT って言われたら B。 あ、天井多分 B。 なるほどね、888からだったんですね。じゃあ最初は通常 B だったってことかな、設定変更後は。出た、残り4ゲームってなんだ。あ、これゲーム数決めるやつか、風林火山風。あ、さっき見たやつ。なるほどね。あ、緑まで行った。ベルいっぱい引く方がいいのかな。でもリプレイで赤までは行った。70だった。これ初期ゲーム数か、これ平均50なんでしょ。ラウンド1フリーズしてる。でスタート、この戦で勝利を収めると援軍も獲得。これを倒していく感じですね、減らしていく感じね。援軍400。ああ、結構削ってる。ああ、まだまだまだ、これ1本、1本200で、なんかベル連続させたりするといいらしいよね。で、レア役とか引いたりすると、さっきのくの市とか入ってきたりして攻撃力が倍になったりとか、いろいろあるみたいです。モンハンみたいじゃんここは。だから AT 入ったら意外と面白いんじゃないかなと思って。お、4連
あお、レオヤクいた。コンボで、お、リリチェ。これ必ず乗りますよ、確か。追加で乗ると50以上で、弱チェとかで乗ると、10以上で、で、チャンス目と強チェは乗り格で10以上だっけな。自由儀武将対決、ベルレア役で打ち取れ。まだ今もう一回引かせようってこと。これリプレイだね。あ、ダメだった。あー痛い。これ成功すると確か援軍かなんか来るんだよね。でなんか強くなるんじゃなかったっけ。ベルな6連だよね。ねえ結構きついよ。いいぞ、ベル引けばいいだけなんだって。頼む。なんで？お、レア役引いた。おお、うまい。うまいね。スイカ2連だって。士気上昇。これ士気上昇して、攻撃力は上がっていると。すげえ。何も引いてねえのに。さあこれで残り22残して、とりあえず。うるさなんだなんだ。あ、ボーナスか。これでレバー倒すらしいんだけど、ボーナスが2種類あるんですよね。 50%50% で、なんか2種類のボーナスがある。 AT 中のボーナスは信長討伐戦っていうのか、殺根アタックっていうのがあるらしい。これ信長討伐戦になったけど、ベルやレア役で バトル継続。ジャックをずっと7ゲーム以内のうちに ST で伸ばしていく感じだよね。上乗せプラスゲーム数、ジャックゲーム数が。でもう一個のサコンの方は、ゲーム数が乗りやすいらしいね。何ゲームか決まってて。おお、つつえんだけど大丈夫。ベル引いてるよ。これ赤いね。うん、赤いわ。で撃破して、これでジャックゲームもう一回、これ多分7位に戻るのとゲーム数もらえるでしょ。10だって、うん、ギリジャックイン。いや重くない。ああ、大丈夫だった。いや、さっきが自力で1個保証かな。ね、ありえるありえる。いやー、もう助けてくんないよ。あ、ベル揃った。終わり。終わった。25乗った。46。そういうことね。これで6戦繰り返せれば、すげえ AT に、6割方いけるチャンスに入るんだね。うん、終了画面。こんだから、これどう見ても普通だよね。あっさりしてんの。あ、ドートロフィーで2以上。そうですね。俺こんなののために頑張ってきたの今まで。そして案の定ね、国がリセットされてゼロになった。ただまあ100までに、111かまでに 50% ぐらい当たるらしいんで、そこでね、なんとか引き返して、引き返して引き戻して、なんとかまた AT 入れてってやれれば、まあ増えるかもしれないけど。あ、そのまま当たりましたね。591国153ゲーム追加投資ギリギリなし。ああ、ラッシュだった。555で当たった。通常 C、 じゃあ B から C に上がったってことだから、ひょっとしたら落ちるがないのかもしれないよね。じゃあ次天国チャンスじゃない。弱ー、これは。まあ無限ベルループできれば分かんないけど、これリプレイ挟んだ場合は OK にしてほしいよな。お、え、なんで、全然分かんない。なんでか倒しました。なんでだろう。もう一個のやってみたいね。サコン、サコン、どっち？ああ、信長だ、うん、まあまあいい、まあ、1回勝てんだよ。お、こんなのあった。
揃った。こういう勝ち方もあるんだよね。10でしたね。でもワンセット保証だったらこれ勝てるんじゃない、復活。さっき自力でしょ、ほらほらね、多分ワンセット保証だよこれ、多分さっきの自力なんだよ2回とも。いやいや、ベル引いてんのに攻撃されてっからね。いや厳しいな。あ、狂気ってなってる、なんかおかしいな。まあ、とりあえず勝てたんで、はいはいはい。さあというわけでなんとか2戦目も突破しましたんで、今度はサコンやりたいっすよね。とりあえず見たいっていうのが強い。いやーまあいいよ、また倒してやるよ、大丈夫。あ、チェリーと、これ自力で行ったんじゃない。まあ一戦は保証されてるとはいえ、チェリーだったら大丈夫なんじゃないの。しかもナビ出ない。あ、これはいけるよね。やっちゃいけない期待度してるよこれ。いやいや嘘でしょ、嘘でしょうよ。何これ、結構絶望しかないよ。毎回 OG しか出ないし、リプレイで終わった。いやはい、999。さあほぼ当たるやつ、当たらない方がいいやつ。ああ、これ戦ってなったら当たり確定なんじゃなかったの、確か。六角です、ふざけんな。はい、天井、天。オールベルですよ。絶対無理だよ、こんなの。お、武田信玄出てきた。いや、いける気しないな、せっかく入ったのに。おい。よし。これもさ、他の人もっと続いてんのよ。そう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 、これ AT レベルとかあんのかね。お、頑張れてる。ちょうど終わったとこだったの。女子が出ない、よーし。おお、一発で倒した。これがよくわかんないよね。サコン来い、サコン。リプレイが揃うんだね、サコンだと多分。いやー、じゃあもう気合で倒すしかねえよ。一回も見せらんないじゃん。お、頼むよ。相手も攻撃してる、さっき自分だけだったよね。よし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 、よし、でかい、これはでかい。いやこれはまあ乗ったけどね、比較的。30かな。ここが全然強くならないんだよ、みんな緑だったら赤だったりしてるんだけど。いったか残り2ゲームって。いやー、8回ぐらい勝てることなんかねえのかな。これはでかい。お、ピリチュード300ぐらい乗んねえかな。100、100、30。でも大きい大きい大きい、これは大きい。お、あ、ピリチュード1個と持ったんじゃない、ストック。可能性あるよね、うん、かもしれない。鉄人ですよ。いやでも60ゲーム投げましたから、
十分すぎるはずなんだけど、やれるときにやってしまいたかったね。グッとね、また青だしさ。なんで他の人はみんな緑とかなのに俺だけずっと青としてるの。倒せたな。リプレイ揃え、あー初めて出た、やっと出たね、サコン。まあどっちがいいとかじゃなくてやってみたかったからね。どういうことなんだ、上乗せゼロゲームから、お1これで繰り返してこと。おお、熱いじゃん。これえしょぼ。いやもうこれで終わりですね、さすがに。また青出しさ、あ終わった、分かりにくいね。752枚ない。まあ惜しいとも言えないしね。投資が25本なんで意外と負けてないんだけど、今やめたらね。でまあとりあえずこれほら111枚だよ、結構当たってたからやりましょう。当たりました、天国だと白なら出てくるとかないの、どうせバケなんだよ。だってこんなに待たされてバケ引いたらもうマイナスなんだよ。だから待たされたらビッグなんじゃねとかね。いやいやマイナスだからひでえな。白なら揃えてみる。30枚ぐらい使って10枚ぐらいもらってどうすんだっつう。あまあまあまあ、とりあえずでも結構遊べましたね、うん、それは良かったから、ね。